こんにちは、ヨッシーです。50代身寄りのない私が家を見つけるまで、本日は第19弾です。昭島から早島まで散策しました。実は昭島でキャンプ用品を見ていたのですが、また探しているうちに思ったものがないないと、またないにフォーカスしていました。心の癖をもう知っている私は、あ、気を緩めなきゃ、気を楽に気を楽にと思って、もうキャンプ用品は探すのは、一旦やめて昭島の街を散策してみようとブラブラしていました。そしてなんとなく呼ばれたように比叡神社にたどり着き、そこから拝島神社まで街を散策しながらやってきました。そこでいただいたメッセージ、誰かのお役に立ちそうな気がしたので詳細に載せておきます。読んでみてください。それでは即興します。弓はね、肩の力を抜いてこそ遠くまで飛んでいくんだよ。今日もありがとうございます。誰かのお役に立てたなら嬉しいです。ではまた、ヨッシーでした。